2024年8月31日、地方競馬、指数予想。まずはこのチャンネルでは、ストック数の数だけ、指数表及び買い目を公開します。ストック数の増加条件については、ライブで掲載している通り、チャンネル登録で、加算していきます。ストックの消費につきまして、当日の的中倍率分、減少していきます。最新の情報は、 ライブで更新してきますそれでは解明指数の順に流しますのでご参考お願いいたします。